今更なんですけど、付け替えアイテムをさ増やしすぎたせいで、アクセサリーかこれ選ぶの超めんどくさくなっちゃって、これ絶対使わねえなってやつ売ろっかなと超遅えんだけど、3オートハイブースターはいいけど普通のブースター売っちゃうか。合戦とか魔脈は使わないよな、浮かない空とか。ノリで買っちゃったけど、これ選ぶときそう、このなんとか率アップとかは超絶望とかはワンチャンチャレンジであるかもしんないけど、無効とかは、この辺も打って合戦なんか絶対使わない。よし整理すっか、気が向いたら行くべ。研ぎ澄ませ。怖い。まっすぐ、まあいけんべな、この感じだと。この中にはないのか。まっすぐ行ったらまあ開かないんだろうな、ここか。あれ開いてる。ジョーカー待て、赤いね。この状態で赤いっつうことはよっぽどだな。ファグニール？おい。シャドウ発見。あいつは手強いぞ。暴いてろ。なんか聞こえてきた。見逃してくれよ。あ、あれ絶対危ない。地球属性が効果的ね。隠した相手に取りこぼさない強血に弱い敵ね。大丈夫、こちらの方が強さを上よ。せっかくだからやりたいわけよ、俺は。いけー、やったー。さすが強すぎる。よし、余裕すぎ、歯ごたえない。とりあえず、まあマリオ先鋒シフト先鋒というか、あ、これか。4つあるらしいんだよな。研究を進めれば進めるほど危険なもので、認知世界実証できるってわかる。
そこへ来て怪盗団の異世界入りを見ちまったわけか。こうなってたのか。昔あったな、あの世にも奇妙な物語で似たようなの見たことある。仮想現実どこかに。もう一個あるらしいんだよね。先にあるのか。強そうなシャドウがいます。何か。やべ、へい、暴いてやる。何が出るかな。今パフェにいるで。ドン。アーギーは飛んだっけ。弱点はないけど怒らせることはできそうじゃない。うい、弾も飛んだ。パンサーは何もできねえな。とりあえず下げるか。てめえ。ほらしっかりする。ペルトラ。どうすか。まあ、聞かねえよな。ね、銃撃は効かないから他の攻撃を使って。ボディは必ず。いいタイミングだ。やるなら人の一部を壊してやる。うる。はい、バフニーデさん。ダウントレーンのマジでかい。じゃあ先を急ごうか。研ぎ澄ませ。あっこ行ったよな多分。おっと、暴いてやる。ちょっと動くか。チャンスだ。こっちだ。これで片付ける。いつもやりますね。出ないか。ペルトラ食らいなさい。止めきれなかったか。僕はここまでか。呪音属性が有効。ぶっ壊してやる。4件だ。降臨せよ。いい顔するな。違う、いいとくろ。弱点がないわね。眠らせて、行動を封じるのか。次行けな。戦力はこちらが上よ。弱点がないわね。眠らせて、行動を封じるのも手かも。すっ、いいえ。これ残ります。諦めるしかないのかい。オーバー。あげるよ。あ、いや金じゃなくてよかった。すげえ出す、すげえ出す。これもう一回出したら10万円。はい、帰ってきた。安っ。生き残りみたい。挑んでるわよ。私の思い。オーバーなんだな。残り残りもっと見せろ。せいや、あれこれじゃなかったっけ。ありがとうか。
チュンピチュンやるか。やってやる。決めるぞ、ジョーカー。行け。ナコに用はないんだよ。口代わりなんだよ。ふたば引いてるぜ。怪しい。できない。仕方ないね。おお、太っ腹だぞ。やるよ。早いっつのだから。うえつ。チャージ乗ってたのか。やるね。なれば。やる必要ないけど。一回。今の感覚を忘れないように。先を急ごう。一回ですかね。感じる。どうよ。お？リラックスゲル。はあ。幸せですか。うい、全部読めていた。カタカタ。マシーのゴロウ。よし、次行けな。次。うい。これで敵は倒せる。ゴロちゃん、そういえばカットインの顔新しい。邪魔するからだよ。本当目ん玉ひんむいてなかったっけ。うん。順調で何よりです。何か。パス。アジャス。ピチュンピチュンいってるけど。お。お。はあ。宝玉。まあ第二軍が遅いから。え、開いたのか。うん。はあ。あっちが開いたのか。ここなら大丈夫そうね。ライヤーを使ってみましょう。ピュン。スッ。やれやれ、強そうなやつがいるね。正体を見せろ。こっちが有利だ。焦るなよ。これ以外で行くには全員、いやーもう氷結しかないのか。ただジョーカーの弾以外だとユウスケ、勝利はこの手に。ドン。フィニッシュが。テレサな。どうしよう。前に出る。壊してやる。しぶとい。いかんま。お、はい、噛んでた。惜しいな。これで敵は倒せる。
シャドウ撃破。私少しはお役に立てましたか。もちろん。Y 字バランスがエロい。すっごいどうでもいいこと言った気がする。いや濃いな。シャドウ発見。あいつは手強いぞ。あ、だよね。おりゃー、なるほど。まだ終わらないぞ。ぶっ壊してやる。うるい。念動はダメよ。他の攻撃だと弱点がないわね。眠らせて行動を封じるのも手かも。任せよ。何が正しい。守れ。セルソナ。スイッチ。さすがに勝負あり。オッケー。先を急ごう。さて。この調子でどんどん行きましょう。お？はあ、何もないんかい。ん？うん？シャドウだ。しかも強敵だね。スルーされたというか。穴がありました。そういうことは。上は何にもない。ない。はい。ジョーカー、宝箱があるぞ。これでまた金が入るぞ。ふっ。お？ユウスケもうまい飯を。星の、え？地星？地水？水星の水。マジ売らねえとな、超ダリーわこれ。だるいことこの上なしだな。あれ？アクセサリーではなく。おお、すごい。ではどうしよう。みんなどっか一緒か。岩井さんのとこで買ったやつ。あ、ここなんだろうな。これか。テープ？来た。よっしゃー。うん。あとは何もない。もうそろそろあれかな、この価値あり来るね。戻るね。正体を見せろ。異常な。セルソナ。じゃあの。いや全滅。所詮は雑魚か。満点の演技だ。千ぐらいあんのかな。大したことないな。あっちか。回っちったな。面白いなここ。
なんか言ってた今。なんじゃ、蓋は何を。ふい、なんか見るのもあんまり気分良くねえな。吉沢すみれさんだよね。カウンセラーの丸木です。まずは来てくれてありがとう。はい、よろしくお願いします。すみません、話すこと思いつかなくて。今日来たのも親の勧めなので。構わないよ。じゃあ時間まで雑談でもする？雑談？もちろん言いたくないことは無理に言わなくていい。あ、お菓子もあるから遠慮しないでね。甘いのもしょっぱいのもあるから。はい、ありがとうございます。じゃあそうだな、例えば昨日のお昼何食べた？なんてどう？僕はね、この前リンゴいっぱい友達からもらってさ、普通に食べるの飽きちゃって、いっそご飯のおかずにしようと思ったんだ。昨日のお昼もリンゴ料理に挑戦してみたけど、どうにもうまくいかなくてね。どんなの作ったと思う？わかりません。実はエビチリにリンゴ入れてみたんだ。ほら、酢豚にパイナップルの感じでさ。それは合わなそうですね。けどリンゴもちゃんとおかずになりますよ。すりおろしたりすればソースにもなりますし、栄養バランスや消化にもいいから、私も料理に使ってます。吉沢さん、料理できるんだね。それに栄養バランスなんてしっかりしてるな。私新体操やってるんです。食事もしっかり意識しなさいってコーチに言われてて。そっか、練習は大変？大変ですけど苦ではありませんでした。でもうまくいかなくて、もう何がしたいかもわからないです。そうなんだね。体操は好き？どうなんでしょう。姉と約束してたんです、新体操で世界を取ろうって。でも姉は亡くなりました。車から私をかばって、私が霞の夢を奪ったんです。私じゃダメなんです。私じゃ前に進めない。ここにいるのが霞ならきっと夢を叶えられた。霞じゃなきゃダメだったんですよ。私が新体操を続けたって。何も、ごめんなさい。謝らなくていいよ。言えることは言った方がいいと思う。時々思うんです、私が霞だったらよかったって。現実は何も変わらないのに。現実か。吉沢さんの考えてることはおかしくなんかないよ。誰かになりたいって考えるのは悪いことじゃないと思うんだ。そうなんでしょうか。人間にはね、自分に暗示をかけてその通りに自分を変えていく力があるんだ。だから目標にする人をイメージできれば実際にそうなっていくってことになる。あの人ならこうするはずだとか、
あの人ならこうはしないとか、そういう問いかけをすることでその人自身が変わっていくんだよ。お姉さんのことイメージできる？はい。お姉さんだったらこんな時にどうしてるだろう？泣きませんね。そんな暇があったら練習して。マルキ先生、私カズミになりたいです。わかった、きっとなれるよ、信じて。どうかな、楽になった？はい、とってもスッキリしました。先生ってすごいんですね。大したことないよ。でも僕のカウンセリング不思議と効くみたいなんだ。よし、なんていうか生まれ変わった気分です。そうか、ならよかったよ。また何かあったらいつでもおいで、雑談で構わないからさ。ありがとうございます。じゃあ次はさっきの話の続きでも。ん？どうかした？よく考えたら私料理あんまりうまくなくって、なんであんなこと言ったんだろう。妹は得意だったんですけどね。そうだね、君は吉沢かすみさんだから。はい、どうかしました？いや、いいんだ、役に立てたみたいでよかったよ。練習頑張ってね。はい、頑張ります。すみれの分まで。今のって？はい、私がマルキ先生のカウンセリングを受けた時のものです。かすみ、姉を亡くした直後ですね。ここから私はかすみとして生きていくことになったんです。認知の書き換え、曲解というものか。でもさ、気になってたんだけど、自分をかすみだって思ってたのは本人だけなんだよね。友達とか家族とか他の人はすぐ気づきそうだけど。それが他の人からも私はかすみって呼ばれてて。正しくは呼ばれてるって勘違いしてただけかも。スミレって呼ばれてるはずなのに自分はかすみって認知する。だから周りも本人もおかしいって思わねえのか。すげえな。これがマルキなりの救いってやつなんだろうね。ここに映像として記憶が残ってるのもバイオレットの幸せを思うゆえかもしれないな。実際あの時の私はカスミになることで救われました。けど同時にスミレであることからも逃げてしまった。マルキ先生にはとても感謝してますが、もう私は逃げたりしません。先に進みましょう。なるほどね。周りのみんなが気使ってたわけじゃないんだ。みんな、うん、感じる。コーチとかどうしてたのかなって思ったけど、そういうことなんだな。もうちょいだ。ユウスケとかなんかなんで俺より早いの？あんまもう気にする子ねえんだけどな。研究所治療室、ここ行ってないのか。あ、これはでもあれか、丸×。研究室棟にもそういえばあるみたいだな。どうすっかな。じゃあセーフルームあるな。一旦じゃあ行ってみますか。研
究室棟にもファイルがあるみたいなんだけど、